鶏の旨味たっぷりのラーメンが深夜でも食べられる店、気になりますよね。鶏そば大谷に行きましょうか。このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩きバイ静岡人、ブログもよろしくね。 JR 東海道線静岡駅より徒歩9分、青葉シンボルロードのすぐ近くにあるラーメン店、以前麺屋つばめ両替町店だった場所、時は製氷の目の前あたりです。青葉シンボルロードといえば静岡ラーメンフェスタを思い出すのですが、もうやらないのでしょうか。ご存知の方がいらしたら教えてください。鶏そば大谷の数軒南には麺屋誠があります。店主さんが東京の有名ラーメン店出身で、油そばと濃厚煮干しラーメンが売り、静岡市内ではあまり見かけることがない灰色をした超濃厚煮干しスープが味わえます。そういえばまだ油そば食べてなかったな、また行かなきゃ。その隣には魚菜工房太平という居酒屋があり、なんと15時半から営業しています。夜9時には閉店なんですよね。昔からある老舗の超人気居酒屋で、私も何回か行っていました。鶏そば大谷は、アールズカンパニーという会社が運営しています。以前あった麺屋つばめ両替町店と、麺屋つばめ駿府町店も経営は、アールズカンパニーでしたね。麺屋つばめとのフランチャイズ契約が、満期を迎えたのだそう。以前私がお邪魔した麺パン食堂も同じ経営です。同じ両替町にある麺パン食堂の店内はかなり広く、50人近く入れます。さらに朝4時まで営業しているというところがすごい。アルコールはビール、焼酎などかなりの種類があり、居酒屋としての利用もありなお店。他アールズカンパニーのホームページを見ると、ダーツバーや唐揚げとチャーハンのお店などもありました。網焼き弁当を左折、タレがたっぷりかかった豚バラ肉が網の上で焼かれ、ご飯に乗っています。静岡では知らない人がいないくらいの超有名弁当店。今左側にあったのがリメンバーというラーメン店、焼津市の麺屋花城関連のお店で、担々麺などが美味しいです。夜しか営業していませんが、美人ママが厨房にいますよ。店の前にコインパーキングあり、静岡市葵区両替町 2-3-2。 店内のレイアウトは以前の店舗の時と同じ、奥に細長い作りで、入り口右側にテーブル席が一つあり、他はカウンター席になります。まず大まかに食べたい味などを選びます。トッピングやサイドメニューが次の画面で選べます。英語、中国語にも対応。鶏そば醤油特製とチャーハン。特製にしただけあって、トッピングがかなり豪華です。ほとんどトッピングしか見えませんでしたが、麺線は整えられていましたね。スープは口当たりが優しいのですが、鶏の旨味が感じられました。
ガツンとはきませんが、しみじみ美味しいなと思える味。じんわりと胃に染みてきました。醤油だれがそれほど主張することなく、だし感をよく感じられるようなバランス。鶏のスープは 100% 国産。店内で毎日仕込まれています。国産丸鶏スープですね。海苔が数枚乗っていたので、スープに浸して辛麺とネギを巻いて、いただきました。家系ラーメンや豚骨スープの時は、豆板醤やニンニクを乗せて、麺を巻いて食べたりしますね。今回はチンタンスープなのでやりませんが、そういえば、結構大量に、ネギが乗っていました。こちらは少しスープに浸しておくと、食べやすくなります。細ストレート麺は加水率低めで、パツンとした噛み応え。スープとのバランスを保ちつつも、しっかり麺の存在感を感じました。メンマは極太のものもあり、噛むとシャクシャクとした歯ごたえ。チャーシューは2種類乗っています。鶏と豚の2種類。どちらもしっとり柔らか。レアチャーシューはスープに浸っていたので色が変わりましたね。これだけ枚数があれば、食べ応えがあります。味玉は割ってみると、中身がとろけ出てきました。これですよ、私の好きな茹で加減は。ちなみに私も家で味玉を、よく作るんですよ。まず小さい穴を開けていきます。L 玉で冷蔵庫から出して数分の状態。そこから沸騰したお湯に入れて、最初の1分はかき混ぜながら、6分半茹でます。それから冷水に浸して皮を剥いて、麺つゆの素につければ完成。1日3つくらい食べますね。チャーハンは500円だったので、半サイズくらいかと思っていたら、普通のお店の大盛りくらいあったかも。これが500円は絶対安い。なると、ネギ、卵などが、入っていました。全体的にややしっとりした感じで、味付けは普通くらい。塩加減もちょうどいい感じでした。この量なので、食べるのに、時間がかかりましたね。話は変わりますが、アールズカンパニーの社長さん、ご夫妻と以前飲みに行ったりしていた、ごろがありまして、久しぶりに再会できました。お元気そうでよかったです。突然ですがいただいたコメントを紹介していくのコーナー。静岡県伊東市の麺屋一徳にいただいたコメント。東堂の味をもう一度味わいたい。東堂は以前三島市にあったラーメン店。店主さんは伝説の店となった神奈川淡麗系の元祖中村屋出身。出汁感が半端ないとんでもなく、美味しいラーメンが食べられました。私も何十回と通いましたね。今でもたまにスーパーで、東堂のラーメンが売っていたりします。静岡市葵区両替町の鶏そば大谷、青葉シンボルロードのすぐ近くにあるラーメン店。以前、麺屋つばめ両替町店だった場所。経営は以前のお店と同じ、アールズカンパニーになります。お店は奥に細長い作りで、入り口右側にテーブル席が一つあり、他はカウンター席になります。券売機が入って左側にありました。鶏のスープを中心としたメニュー。鶏そば醤油特製とチャーハン。鶏の旨味が詰まっているスープ。国産丸鶏スープですね。細ストレート麺はパツンとした噛み応え。チャーシューは鶏と豚の2種類。チャーハンは500円だったので、半サイズくらいかと思っていたら、普通のお店の大盛りくらいあったかも。これが500円は絶対安い。裁縫必至なお店なのです。